みんな、菱川立花だよ。ご飯を食べるときは、いただきます。食べ終わったら、ごちそうさまでした、は必ず言うようにしてるんだ。ご飯を作ってくれた人に対して感謝を表す気持ちだよ。お父さんやお母さんにも、ちゃんと感謝の気持ちを伝えてね。